今期の棋聖戦五番勝負は藤井七冠に山崎隆之八段が挑戦しました藤井七冠の2連勝で迎えたきょうの第3局は山崎八段の先手で始まり優位に立った藤井七冠が勝利したということです勝利した藤井七冠は棋聖戦五連覇を達成し衛星棋聖の資格を獲得しました21歳11か月での衛星称号の獲得は これまでの最年少記録よりも2歳若い達成になるということです。